伊藤誠は救えません。では。っていう感じで動画終わってもあれなんで、今回はですね、私のチャンネルでは初めてかと思うんですけど、スクールデイズについて、真面目な感想をお話ししたいなと思いますっていうことで、今期のアニメですね、結構スクールデイズネタにするんですよね。例えばなんですけども、恋は双子で割り切れないっていうね、作品あるんですけど、この作品でですね、スクールデイズのオープニングをパロルっていう、そういったものがございました。そしてですね、VTuber なんだが、配信切り忘れたら伝説になってたですかね。こちらの作品ではね、思いっきりスクールデイズ出ました。まことクズとかね、言われていた気するんですけども、結構ね、スクールデイズ触れる機会あるな、というところで、私もですね、めっちゃ久しぶりに、スクールデイズ、見返してみましたので、率直に思ったことをですね、お話ししていきたいと思うんですけど、スクールデイズのあらすじをですね、簡単にご紹介させていただくと、そのスクールデイズの世界の中ではですね、その携帯の待ち受け画面を好きな人にして、3週間誰に呼ばれなかったら結ばれるっていう、なんかそういうおまじないみたいなものがあるんですね。で、それを伊藤誠とやるんですよ。電車の中で、琴ノ葉ちゃんっていう人と、ちょいちょい会うんですね。これヒロインなんですけど。琴ノ葉ちゃんとちょいちょい会って、気持ちあるんやけども、ちょっと喋れないと。じゃあ、おまじないの力借りようってことで、電車内で盗撮してね、もうクズなんですけど、盗撮をして、で、それを待ち受け画面にしていたんです、誠は。ただ、一瞬でですね、隣の席の、世界にバレてしまいますよと。で、バレたもんですから、でも世界が、ちょっと琴ノ葉ちゃんと誠をくっつけたのに頑張ってくれるっていうところから始まるんですね、スクールデイズ。まず最初にお伝えしたいことがあって、スクールデイズってネタ枠じゃないですか。正直ね、まことクズとかね、まこと丸ねーとか結構言われると思いますし、最終回がやっぱめちゃくちゃ衝撃的なんで、テレビなんかでもね、なんか紹介されたことあるらしいんですけど、最終回が衝撃的なアニメみたいな、感じでありますけども、しっかり見ると、結構クオリティ高いっていう印象ね、私、スクールデイズに抱いてるんですよね。脚本とか構成もしっかりしてるし、演出なんかもめちゃくちゃしっかりしてて、ちゃんと作品として面白いんですよ。スクールデイズって。なんですけど、そのネタ要素がそれ以上にインパクト強すぎるんで、スクールデイズイコールネタみたいな、感じになってて。で、それゆえに見てない人多いと思うんですよ。もうスクールデイズの結末知ってるわ、みたいな。最初から中身は知らんけれども、最後だけは知ってるし、誠がクズであることは知ってると。だから別に見なくてもいいみたいな方って絶対いると思うんですけども、確かにほんま最後の最後は衝撃的なんですけども、ほんまそこまでの過程ってすごく良くて、人間って、欲望の赴くまま生きるとこんなことなんねやっていうよ。そこがすごく、生々しく描かれておりますので、見たことないよと、ネタ枠やし、ええやろって思ってた方はですね、ぜひとも、スクールデイズ、見てほしいなって思います。普通に面白いと思います。胸クソ悪いのが苦手やったらちょっとあれなんですけど、はい、そういうの苦手じゃないよって方は、ほんま単純に楽しめる作品やと思いますので、よろしくお願いいたしますってことで、もう真面目にね、おすすめさせていただいたんですが、こっからはですね、私が視聴した上での感想をお話ししていきますので、ネタバレがっつりしますんで、スクールデイズ今後見ようと思っている方はですね、控えていただければなと思いますってことで、早速お話ししていきたいんですけども、スクールデイズっていっぱいキャラクターがね、登場するんですけども、みんなクズじゃないですか。はっきり言いますけど、みんなクズ。まあ、みんなと言っても私、一人だけはクズじゃないかなって思ってる人がいるんで、今回まずね、クズなのかクズじゃないのかっていうところからお話ししていきたいんですけど、主要キャラクターで私がクズじゃないと思ってるのは一人だけでございまして、それが琴ノ葉ちゃんですね。はい。桂琴ノ葉ちゃんだけは、クズじゃないなと思ってます。まあ、もう少し範囲を広げると、心ちゃんね、妹さんの琴ノ葉ちゃんの、ガッチガチの主要キャラクターでクズじゃないのは、琴ノ葉ちゃんだけやと思います。まあ、言うて、最後の最後に世界をですね、殺しますんで、それはもうクズですよ。はい、殺人なんてどんな理由でもやっちゃいけないですから、クズなんですけども、でも、それを差し引いたらね、はい、殺人を差し引いたら、琴ノ葉ちゃんってあれめっちゃ可愛そうやと思うんですよ。私、ほんま毎回見て思うわ。なんでこの子こんなに不幸な目合わなあかんねんみたいな、ひどいことをされなあかんねんって思いながら、スクールデイズは
見てます。ことのかちゃんってほんまに何が悪かったかっていうと、誠と付き合ってしまったっていう、それが全部終わりなんですよ。そのせいで人生狂ったと言っても過言ではないって話で、そのことのかちゃんってめっちゃ奥手なんですよね。恋愛に対して。だからそのキスをするっていうのもそうやし、手をつなぐっていうのもそうやしね、なんならそのね、体を重ねるっていうところにおいても、やっぱちょっと、奥手すぎるというところがあって、でその足並みが誠とは合わなさすぎたんで、まあ、ちょっとあんなことになっちゃってるんですけども、足並みの合う人なんかはそれこそ相手も奥手やったらめちゃくちゃうまくいってると思うし、ことのはちゃんって彼女さんとしてはめちゃくちゃ素晴らしいと思うんですよね。めちゃくちゃ尽くしてくれますから、ことのはちゃんってのはね、だからめちゃくちゃ素晴らしい彼女さんなんですけども、ただ誠が、はい、誠とちょっと相性合わなかったなっていう、ところですね。あと箱入り娘っていうところもやっぱちょっと問題やったんやと思います。別にそれはことのかちゃんが悪いとかじゃないんですけども、めちゃくちゃ大切にされてると思うんで、ことのかちゃんってめっちゃ金持ちやしね、ことのかちゃんの家っていうのはっていうところもあって、ああいう性格になって、でまあなかなか恋愛うまくいかなかったんだろうなっていうところは、感じるしらですね。でそんなことのかちゃんなんですけども、誠の友達である大輔にですね、まあ無理やりやられてしまうわけですね。まあ無理やりじゃないかもわかんないんだけども、もう精神的にね、やんじゃってる中でですね、好きやーって言われてですね、まあ、体を重ねてしまったっていうところがあるわけでございますけども、まあ、でも、あれがあったからこそ、もう誠に対しての、壁っていうものがなくなったんじゃないかなっていうところは感じたりもしますよね。ことのはちゃんにおいてずっと誠に対してあった壁っていうのが、まあ、体の関係っていうところがあるので、それを大輔が、まあ、無理やりっていう形であるんですけども、崩してくれたことによって、もう誠に対しての壁が完全になくなった状態で、まあ、最後は、接することができていたんじゃないかなっていうところは、感じる次第でございます。まあ、とりあえずですね、私は、ことのかちゃんは何もクズじゃないと思ってる。めちゃくちゃかわいそう。スクールデイズというね、アニメね、原作は知りませんけれども、アニメに関しては、ほんまことのかちゃんはただただ、かわいそうだなと。最後、ちょっととんでもないことしますけれども、はい。かわいそうだなと、はい。心の底から思う次第でございます。っていう。ところで、クズじゃないのはもう、ことのかちゃんだけです。あと全員クズっていうところで、順番にお話ししていきたいなと思いますけど、まずはですね、誠からお話ししていきたいなと思うわけでございますけど、誠はクズです。孫うことなきクズ。何も言うことはない。クズと、いうとこなんですけども、でも私ね、最初はクズじゃないと思うんですよ。誠ね。そもそもだってなんか入学した時、刹那のこと守ってるわけですよ。誠っていうのは。だからそういう優しい一面とかもあるんですよね、誠には。だから全然クズじゃないんですよ。で、最初のクズポイントっていうのは、おそらく、ことのかちゃんとのデートやと思うんですよね。なんか、しょっぱなのデートでなんかエロ本読んでるだとか、めっちゃキスしたがるだとかね。まあ、そもそも体の関係を持ちたがってるっていうところで、何やこいつだみたいな、気持ちあるかもわかんないんですけど、私、あれは、まだ全然許せるかなって思いますね。やっぱ高校生ですし、まあ性欲強いんやろうなって、まあそれを隠さないのはいかがなものかなって思いますけれども、まあその誠の中でやっぱ付き合ったらそういうイチャイチャするもんなんやっていう認識があるだけであって、そこはそこまでクズじゃないんじゃないかなって私は毎回思う。なので、まあ先ほどもですね、ことのはちゃんの時に言いましたけれども、単純に相性悪いんですよ、誠と、ことのはちゃんっていうのはね。全然足並みが合わないんで、そこが問題だったわけであって、その相手もめっちゃ性欲強い子やったら、もう最初からうまくいっていたんじゃないかなっていうところを感じる次第ですね。で、誠がクズになった要因ですね。まあこれまた後からお話ししたいと思いますけども、結構ですね、世界のせいやって、そうおっしゃる方って少なくないんじゃないかなって思うんですけど、私ですね、別に世界がいなかろうがいようがですね、誠はいずれクズになっていたんじゃないかなって。思いますね。なんでかっていうと、クズな人間ってもう根本からクズなんですよ。いつ開花するだけの話であって、まあ、世界がいたからこそ、世界がトリガーになって、誠のクズが開花しただけであって、多分あのまま誠の葉ちゃんと付き合っていようがですね、いつかクズになってるんですよ。クズはクズやから。これ私はね、学んでるんですよ。ね、私ですね、過去にですね、彼女を寝取られたという、思い出があるわけでございますけれども、その後ですね、まあ、後々になって思い返してみると、結構ですね、道端でナンパされること多かったんですよ。で、
ナンパされたら毎回毎回喜びながら報告してくるみたいなとこあったんで、多分男好きなんでしょうね。まあ別に男が好きイコールクズではないんですけども、まあなんかあったら、まあ浮気してもええかなっていうような思いがあると。そういう人で病気やからも治らないんですよ。治らないというか、もともとクズなんですよ。クズっていうのはね。だから、誠は世界の影響によってクズが開花したかもわかんないけれども、あいつはもう元からクズなんで、はい、いつ開花するだけの話ですから、まあ世界のせいでクズになったわけではない。世界のせいでクズというスイッチが入っただけっていう、うん、それだけなんじゃないかなと思いますね。ほんでまあ世界と関係を持ってからの伊藤誠はクズでしかないというところでですね、まあそもそも浮気してる時点でクズなんですよ。はい、クズ。はい、クズでございます。それ以降もですね、いろんなキャラクターと、関係を持っていくっていうところでね、乙女ちゃんとかね、刹那ちゃんだとかですね、ひかりちゃんだとか、まあいろんな、方々と関係を持っていくわけでございますけれどもですね、ここで勉強になるなーって思うのは、なぜ伊藤誠はモテるのかっていうことなんですよね。なんであんないろんな人とやれるのっていうことなんですけど、最初の伊藤誠ってそんなに魅力的な男じゃないんですよね。なんか周りからもそんななんかめっちゃモテるみたいな言われ方はしてないわけですよ。で、最後の最後もなんか仲間外れにねされてるというか、誰からも相手にされなかった伊藤誠に対して、なんかあんな人がそんなことやってんだね、意外ね、みたいなこと言われてるんで、だからそんなパッとする子じゃないんですよ。でもなんであんなやれるのか。自信持ってるからですね。自信を手にしたからこそ、伊藤誠ってあんなモテるんですよ。琴の葉ちゃんっていうめちゃくちゃ可愛くてね、巨乳のこと、ね、もう高根の花みたいなことを、付き合うことができた。で、さらに、世界ともやることができた。俺っていうのはね、伊藤誠自身、俺っていうのは結構、いけるんちゃうかっていう、自分からいけば、やれるんちゃうかっていう自信を手に入れてしまってるわけですよ。伊藤誠は、世界なんかもちょっといけば何回でもやれるわけですから。さらに乙女ちゃんからもですね、迫られるわけですよね。お、自分ってやっぱモテるやん、みたいな。自信がどん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 膨れ上がっていくわけでございますから、そこで、性欲パワー、もともと伊藤誠って性欲強いんで、それが重なり合いましてですね、刹那ちゃんにもアタックできるし、まあ、ひかりちゃんにもアタックできるしっていう。しかも、伊藤誠って、まあ、いろんなことがあってからですね、めっちゃいろんな女に連絡してるんですよ。ここもすごいんですよね。だからモテない人って、まあ、私も含めですけども、振られたらどうしようっていう、振られたら傷つくの嫌やなっていうことでアタックしないんですよね。そうじゃないんですよ。振られていいんですよ。振られていいから誰かヒットしたらいいっていう気持ち、そこもやっぱ自信やと思うんですよね。自信の一種っていうところで、もうめちゃくちゃアタックして誰か当たれーってやって、まあ、ひかりちゃんが当たったんでしょうけれども、当たれーってやって、女をゲットできてるっていう、ここ伊藤誠のすごいところなんですよ。これ見習うべきところ、自信を持つ大切さ、これほんまに素晴らしいなぁと思う次第ですね。逆にですね、伊藤誠から、反面教師として学ぶこともあるっていうところで、まあ、二つあるんですけど、一点目が、面倒なことは後回しにしてはいけないっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、もう琴の葉ちゃんが嫌やと。もう琴の葉ちゃんと一緒にいるの疲れる。世界と一緒にいるのは楽。って、そう気づいた時点で、琴の葉ちゃんを振るべきなんですよね。琴の葉ちゃんはもう、ごめんなさいと。自分から告白しといてあれなんですが、ちょっと合わないんで、別れてくれませんかって、もっと早い段階で言っておけば、琴の葉ちゃんがあそこまでやむ必要もなかったしね。なんかずーっと、私は誠くんの彼女なんですってこう言いまくって、ね、乙女ちゃんたちにいじめられることもなかったでしょうよ。ね、琴の葉ちゃんも。ね、言わないから、伊藤誠はめんどくさがって。言わずに世界とも関係を持ってって。しかも、世界も、これまた問題って話で、世界って最後の最後、まあ、フォークダンス踊ったからやと思うんですけども、伊藤誠の彼氏やと思ってるんですよ。世界ちゃんって。でも、誠って、一回も告白してないし、まあ、好きとか言ってたかもわかんないけど、告白してないし、彼女として認めてないんですよね。彼女にしたっていうことは一度もないんですよ、誠は。なんかすっげー都合のいい女みたいな感じで世界って置いておくんですよね。だからそこもなのよ。誠は世界との関係もはっきりさせなかった。めんどくさいから。そこも問題っていうところで、めんどくさいことを後回しにするというか、放置しておくと、死ぬよっていうことを伊藤誠って教えてくれるっていうね。だからめんどくさいことって、まあ、後回しにしたいかもわかんないんだけども、さっさとやった方がいいという、これを伊藤誠は反面教師としてね、自分の命を犠牲に教えてくれてる。ブラボー。
素晴らしい。で、もう一点なんですけども、何か人生において、その胸がときめくようなものを持ちましょうよっていうことなんですよ。伊藤誠って、このスクールデイズというね、アニメにおいてですね、生き生きしてる瞬間ってそんなないんですよ。基本的にはですね、だから女の尻を追いかけてるみたいなね、女みたいな形なんですよね。あいつ多分趣味とかもないし、なんかこうやりたいこととかもないと思うんですよ。で、結局、女って求めていったがゆえに、死をね、迎えるっていうところがあるので、何か一つ自分の中で何でもいいんですよ、ほんまに。ワクワクすること、アニメを見るでもね、いいですし、なんか野球をするとか、部活に打ち込むとか、勉強するとかね、資格取るとか何でもいいんですけど、自分の人生の中で、ワクワクするもの、心がときめくものを持っておかないと、ブレブレになって、まあ、ことみたいに、なんかしょうもない人生を送るよってことなんですよ。言ってしまったら、虚無な人生になっちゃうんですよね。だから伊藤誠の人生ってめちゃくちゃしょうもないと思うんです。ごめんなさいね、伊藤誠。すまん。アニメを見てる感じでは、お前の人生はきらめいてない。うん、明日にきらめいてない。全然ときめいてない。夢にときめいてない。何か伊藤誠の人生においても、ときめくものが一つでもあれば、あんなことになってないんじゃないかなっていうのは、すごく感じるっていうところで、まあ、伊藤誠クズなんですよ。それは確かなんですけれども、でも、伊藤誠から学べることも結構あるなっていうところは、感じる次第ですね。それ、いいも悪いもね。っていうところで、クズです。続きましては、西園寺世界ということで、スクールデイズにおいてね、伊藤誠クズみたいな、めちゃくちゃ言われてますけど、私の中では、伊藤誠よりも、西園寺世界の方がクズですけどね。いや、クズですね。世界って、伊藤誠の人生もそうやし、琴ノ葉ちゃんの人生も狂わしてるわけですよ。世界は、伊藤誠と琴ノ葉ちゃんをくっつけるために頑張るわけですよね。まあ、自分は、誠のこと好きやけど、誠は、琴ノ葉ちゃんのこと好きやし、ちょっと応援したら、みたいな感じで、くっつけるわけですよ。で、そこでもう、引くべきなのよ。自分からくっつけたんやから。引くべきなんですけども、まあ、最初も言いましたけど、スクールデイズって欲望の赴くままに動いてしまうとどうなるのかっていうのを描いてるわけなんで、自分の好きという欲望を我慢できないんですね。で、我慢できないけれども、でも、琴ノ葉ちゃんとくっつけたっていう、そういう事実はあるから、そこから目を背けられないんですよ。じゃあ何するかっていうと、練習台っていう手で、誠を誘ってやるっていう。で、やった結果、絶妙な関係になるんですよね。で、最初も、世界もですね、なんか自分は彼女じゃないという手をずっと取ってるわけですよ。いや、違うと。ね、あんたは、琴ノ葉ちゃんの彼氏なんやから、ちゃんとせえや、みたいなことを、ずっと言ってるんですけど、やっぱ文化祭あたりからですね、自分は彼女なんやってなんか、言われ始めるんですよね、世界は。え、どうしたみたいな、感じなんですけどね。ほんで、さらにクズなのが、その、もともと、一発目に浮気したんが世界なわけですよ。琴ノ葉ちゃんと、誠が付き合ってるところに、ね、奪いに行ったのが、世界のくせに、じゃ、いざ、誠がね、乙女ちゃんとやってたって知ったら、やむし、ね、他の女とやってるってなったら、ブチ切れるわけですよ。浮気してんのか、お前っつって。いや、お前が浮気相手やでっていうところでね。いや、そもそもまずおかしいのよ、世界ね。おかしい。で、私ね、ここどうなんやろうな、ここのシーンに関して皆さんどう思ってんねやろうなって思うんですけど、その世界って妊娠するわけですよ。まあ、あれもね、ほんまに妊娠したのかどうか問題はあって、で、個人的にはほんまに妊娠したと思うんですよ。で、ほんま最終回ですよね、琴ノ葉ちゃんが世界の腹をね、開くっていうシーンあるんですけど、あん時の目線って赤ちゃん目線なんじゃないかなって私思ってるんで、ほんまに妊娠していたと思うんですけど、妊娠しましたよと世界が。で、それを誠に言うシーンってあるじゃないですか。クラスメイトみんなの前でね、妊娠しちゃったのよー、みたいな言うシーンあるやん。いや、あれクズじゃない。あれはマジで誠かわいそうやと思う。さすがにね。まあ、後々誠もブチ切れてましたけど、みんなの前であんなこと言うなや、つって怒ってましたけど、いや、あれは切れるやろ。あれは、私はちょっと、ありえんなって思った。まあ確かに世界も気が動転してるのかもわかんない。病んでるからね。そういうところも、考慮したとしても、あれは二人きりで言うべきやん。で、今まではずっとそうしていたわけですよ。なんかあったら、誠と二人っきりになってこそこそね、お話ししてたわけですよ。だからそれができないぐらい追い詰められてるっていうのもあるし、まあ自分と誠をつなぐ救世主がお腹にいるっていう、その喜びもあって、あそこで、わー言うてね、言ったんかもわかんないんですけど、さすがにみんなの前でさ、子供できたっていうのは、いかがなものかなとね、思いました。あれはクズ。あそこの行動はクズ。ほんでまあ誠の時にも言いましたけども、その世界と誠は付き合ってんのかっていう、ここがね、すごく曖昧だったのも
問題だったんじゃないかなと思いますね。まあこれは誠の問題なんですけどね。誠がはっきりと、いや世界は彼女ですとか、いや世界とは付き合ってませんとか、なんかそういう意思表示があればいいのにもかかわらず、やっぱあいつめんどくさいことから目を背けるから、ね、世界もチューブラリンなんですよ。世界チューブラリンなんですけども、世界の中ではもう誠と付き合ってるっていう感覚になってるから、最終的に裏切られたみたいな気持ちになって殺害したというですね。世界はクズです。わ、いっちゃんクズ。マジでクズ。いや、ほんま最初から手引いといたら、ことのはちゃんとまことがうまくいくように応援してくれてたら、こんなことにはなってないし、逆に、もうことのはちゃんほっといたらよかったのよ。世界と誠が最初からくっついてたらまた違う未来があったかもわかんないじゃないですかね。まあいつか誠のクズは発生していたかもわからないんだけれども、ここまで悲惨なことになってないと思いますんで、その琴ノ葉にね世界が近づいていったことこそがまあ問題やったんかもわかんないですね。という感じで、まあとりあえず私は伊藤誠よりも世界の方がクズだと思ってるタイプの人間なんで、よろしくお願いいたします。あとの皆様に関しましてですね、さらっと触れていきたいと思いますけれども、まず刹那ちゃんですね。刹那ちゃんはですね、親友が弱っているところをですねつけ込んで、まあ昔から好きだったっていうところもあるかもわかりませんけれども、まあ思い出作りでですね、伊藤誠とやりまして、海外逃亡するというですね、正真正銘やり逃げをしたという、しかも海外逃亡をするということを、世界にも言わないというですね、はい、クズでございます。続きまして乙女ちゃんです。まあ、乙女ちゃん難しいんですけど、まあ、体の関係だけでええからって言ってるから、まあダメやけどね、分かった上でセフレでもいいからって言ってんのも、問題なんだけども、乙女ちゃん結構難しいね。誠が受け入れたっていうところが問題なんやと思うんですけど、でも、まあ、でもね、ね、琴ノ葉ちゃんいじめてるから、乙女ちゃん。はい、クズです。続きまして、黒田ひかりちゃんですね。もうひかりちゃんなんてもうクズ。親友の男とやりまくるという、親友を心配しているという、まあ一応心配もほんまにしてんねやろうけれども、その脇でしっかりちゃっかりやってるという、はい、クズでございます。続きまして、たいすけ。たいすけもですね、クズでございます。はい、琴ノ葉ちゃんを襲いましたから、はい、クズです。っていうところでね、クズしかおりません。なんならですね、心ちゃんの友達、心ちゃんの友達はですね、誠と世界ちゃんをパッと見ただけで、あ、こいつらちょっとああいう関係やなって分かってしまうという、ちょっとクズのこと分かってるクズですってことはもうクズしかおりません。はい、スクールデイズ、クズしかいないというところでございましたが、ほんまに脚本と構成しっかりしてるし、演出なんかもですね結構こだわり抜かれてますんで、スクールデイズネタ扱いせずにですね、一度ぐらいはですね真面目に視聴してみてもいいんじゃないかなと、思ってる次第でございますっていうことで、以上で終わりたいと思います。ぜひ皆さんはですね、こいつクズやなとか、いやでもこいつはクズじゃないかもしれないとかね、考えございましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、その動画どこにあると思うんで、あと1分ぐらい視聴していただけると幸いです。ハッピーな君の届けで。